こんにちはトランです。それでは今週土曜日の勝ち上がり2歳馬の評価をしていきたいと思います。評価基準は以下のようにやっています。それでは行きましょう。8月26日、クラゴレース芝2000メートルを勝ったのは名称ゴーフルブラックタイドサンクです。こちらは2.3点となっています。3点をつけたたおいさんはスローからの上がり勝負で展開が向いたが、姉妹のサンハロンが11秒台の加速ラップを刻んでいて素晴らしい内容だったとして3点をつけています。 ただ、1点をつけた筆イさんは、タイムがイマイチで、一りゲー勝負が決まった感じがする、として1点をつけています。まあ、ただ、余裕があったようにも見えたということで、まあ、結構、いい評価だったんじゃないかなと思います。まあ、僕としても、今回のレース、まあ、結構スローからの上がり勝負で、まあ、実際に前に向いたとは思うんですが、しまい、あの突き放し具合とか、まあ、直線での、まあ、本当に抜け出し具合から見ると、まあ、結構大物じゃないかなと思っています。続いて、新潟5レース、芝1800メートルを勝ったのは、エリカリーシャン。 エピファニー・ヤサンクです。こちらは1.8点点となっています。2点をつけた太夫さんは瞬発力や反応は良かったが楽に蹴りが向いた印象で上がりも物足りないとして2点にしています。まあそうですね。まあ僕としても、まあ、今回の新馬戦、まあ出資馬であるピークブルームが出ているということもあって結構注目していたんですが。 まあそうですね。まあ、本当にまあ楽に気が向いたっていう印象で、まあ、実際今の新潟で、ちゃんと逃げ切れるっていうのはいい感じなんですが、まあ、実際まあ上がりとかの内容を見てみると、ちょっと物足りない感じがします。続いて、新潟6レース芝1600メートルを勝ったのは、スティールブルー、ルーラーシップ3区です。こちらは3.3点となっています。先に3点をつけた翡翠さんを見ていくと、 タイムこそいまいちだが、まあ、直線勝負でしっかり上がり33秒を切った上に、まあ、ムチもほとんどいなくなって、まあ、ほとんど入っていなくて、まあ、しっかり強い内容だったんじゃないかなとして3点をつけています。まあ、僕はこの馬に4点、まあ、重症クラスっていうのをつけさせていただきました。まあ、この馬 そうですね、まあ、加速っぷりっていうのが結構あるんですけど、まあ、結構微妙な曖昧な表現となっちゃうんですけど、その加速っぷりっていうのが本当に重症化のそれで、それに対して、しっこり32秒台っていう内容も伴っていたと感じています。タイムがいまいちなのは、前半がスローだったこともあってで、後半は本当に、そうですね、長くいい足、スパッと切れたいい足を使っていて、反応良しと。 まそうですね。結構これからクラシックを強く意識できる逸材じゃないかなと思っています。まあ、次、まあ、多分東京とかの方が向くので、まあ、もしアルテミスステークスとかに出てくるのであれば、かなりま評価したい馬の一頭で、まあ、評価したい一頭であると考えています。ここからは未勝利戦の評価となっていきます。小倉一レース芝1800メートルを勝ったのは船でゴールドシップ3区です。こちらは2点となっています。 3点をつけたケイさんは、やや前が残っている展開を鮮やかに差し切っていて、上がりの差も大きくて、かなり評価できるとして3点をつけています。1点をつけたタオリさんは、タイムは水準以上だったものの,キツのきつき、結構きつめのペースだった分、筋量差っていうのが生きた印象として1点をつけています。僕としても、この今回のレース、結構評価が分かれるレースとなるのも仕方なくて、なかなか、まあ、そうですね、ラップを見ると結構特殊なラップをしていて、実際、 ま鮮やかに差し切ったところは評価できるものの、まあ、評価できないところもあって当然じゃないかなと思っています、まあ、そういうところの中間点を取って僕は2点をつけたんですが、まあ、この馬、まあ、結構自走が試金石じゃないかなと考えています続いて札幌1レース芝 1200m を勝ったのはアンバーニードルファインニードルサンクです、まあ、こちらは1点3点となっています2点をつけた計算は綺麗な差し切れな内容だ 使うことが評価できるが、ま札幌 1200m というのがま他の競馬場でのま 1200m とかのま短距離戦にはつながりづらく高評価もできないということで2点をつけています。1点をつけた翡翠さんはま2着馬である。まベアゴーゴーを物差しとすると結構やれそうにも思えるがまレース内容ま。そうですね。時計とかま上がりとか自体はま物足りないとして1点をつけています。まそうですね。ま僕としても結構翡翠さんの評価と近いものがあって。 まあちょっと物足りない差があるので、まあ、もうちょっと成長が欲しいかなと思っています続いて新潟1レース芝 1600m を勝ったのはセブンマイスタードレフォンサンクですこちらは1.5点となっています、えー、僕はこの電に2点をつけました、まあ、なかなか速い流れのレースっていうのを前の方で運んで、まあ、押し切った内容っていうのがまあ結構評価できると思います まただ、まあ、そうですね、まあ、勝利、新馬戦と、もう未勝利戦も見ても、まあ、やや決め手不足の馬で、まあ、そうですね、結構こういう馬っていうのは、まあ、クラスが上がるにつれて結構勝ちづらくなっていくので、まあ、そこがもうちょっと、まあもう一ポイント、まあ、決め手っていうのが欲しいと思います。未勝利戦は最後ですが、札幌2レース、芝1800メートルを勝ったのは、ビクトリアドール、スワーブ・リチャード3区です。こちらは1 3点となっています。 2点をつけた翡翠さんは札幌にしては速い上がりで評価できるが結構これそうですね消灯数だったこともあって異常なドスローの産物ともいえ実際新馬戦の方が内容が良かったということで2点をつけています1点をつけた田尾さんは消灯数のドスロー上がり勝負で評価しづらくレースの内容そうですねこの消灯数のドスローというのが次につながるものではないため1点をつけたとして合計が1.3点となっています あそうですね。小灯数のレースっていうのは、まあ、なかなか次、重、ま、症、あ、オープンと走っていく上では、なかなか、そうですね。同じような展開になることがないので、まあ、評価がま低くなるのも仕方ないと思います。最後にオープン戦の評価となります。小倉級レースひまわり賞、小倉芝1200メートル、九州三馬限定のオープン度を勝ったのは、T.M. チュラランです。こちらは、リアルインパクト3区となっています。点数は、1点3点となっています。2点をつけた翡翠さんは、 新馬戦の時よりタイムなどを含めてパフォーマンスが上がっている点は評価できるが相手が93馬以外のような、まあ、強い相手となると結構厳しいんじゃないかなとして2点をつけています1点をつけた田尾井さんはオープン戦といえどタイムは未勝利戦クラスで特に評価できるレースではなかったとして1点をつけていますこれで今週の2歳今週土曜日の2歳戦の評価を終わりたいと思いますそうですね今日 今日当日に撮ってるわけなんですが、スティールブルーの新馬戦っていうのがとても印象に残っています。結構、そうですね、シルクの白色のやつがあるということで、結構イクイノックスをちょっとイメージしちゃいましたね、どうしても。内容としても結構近いものがあって、今回の新馬戦、3着にいたフルレゾンみたいな馬も結構強かったと思いますし、なかなか注目できるレースだったと思います。 明日の新潟2歳ステークスの内容とも評価で、まあ、比較できる、まあいい、いい競馬だと思います。良ければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。